甲状腺検査をすることで早期発見につながるということはこれはもう間違いないと思うんですけども、その利益というものをどう考えるかなんですが、一般論としてがん検診の利益というのは、そのがんで亡くなることを防ぐということなんですけれども、超音波を使ってですね、甲状腺がん検診する場合の利益というのは、残念ながら認められていないと、科学的根拠は全くないというのが現状だと思います。集団としての死亡率が下がるという証拠はありません。甲状腺がん検診といいますか、口音波検査を甲状腺に対してやることについてのメリットは書けないです。ありません。